はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、こちらのパーティーで合成チャレンジ、この今来てる合成チャレンジ、これを、まあ、クリアはできなかったんですけど、あのボスの半分、ボスが 50% 根性なんですよ。ちょっとネタバレ食らったらごめんなさいなんですけど、ボスが 50% 根性で 50% 切って、あとワンパンすれだけでもう倒せたんだけど、その半分の行動で負けちゃったんで、ちょっと今日はこの街道編成でめちゃくちゃ低難易度で普通にまあクリアはできそうな感じがしたんで、まあ、一応クリアじゃないけどあのボスまで攻略っていう感じでちょっとやりましょう。でカイドウ、これですね、カイドウ、まあやっぱりリダフレカイドウ、ちょっと先に言っておくと、あのボス、あのオルファリオンが出てくるんですよ。でボスが 50% 切ったタイミングで割合からのダメージなんか 99% 割合からのダメージ飛ばしてくるっていう、もうやべえ行動してくるんで、軽減は欲しいね。軽減はもう必須級ですね。もうめちゃくちゃ必須級。まあダメージ軽減、こう潜在とかで振ってもありかなと思ってるけど、まあ軽減系は必須で、カイドウ、このパーティーがフレンド込みで封印が、まあこれがないと 60% だったんで、封印と指と3色の武器、まあ、これがまあ強いね。ファーガンのスノードーム、まあ、封印2個武器だったら OK で、無効貫通で遅延で、コンタ、このキャラがもうキーキャラ、もう超重要キーキャラ、回復努力を6個持っていて、超覚醒はこれにしましょう。まあこれでもいい、うん、しましょう。でマルコですね、マルコの武器、これの武器もめちゃくちゃ強い、 HP 全開する、この武器がもう結構適正かなと思ってる。でリダチェンですね、道中でリダチェンしてくるんで、これは欲しいね。でブリ、回復エルジーにしてるけど、これってさ反映されるのかな。このスキッププラスってさ、回復エルジー発動してないけど、あの特殊で発動する、これスキッププラス溜まってる状態なのかな、ちょっとわかんないけど、10連ですね。10連は雲耐性で、この道中で帯耐性と雲耐性は必須かな、まあ、必須に欲しいね。で雲は雲です、10連ですね。で、まあ、2ターンチャージで使いますね、まあ、あと決済回復とかで使います。で、青のせいスキブプラスにして、まあ、特殊だからあんま意味ないけど、甘数にバインドとチーム HP でリアチェン耐性で、ポロネ、このパティ木属性いないんで木振ってきました、副属性、まあ、回復は漏れていいね。ウソップの武器でリアチェン耐性で遅延で、フレンドのカイドウさんが、確かカイドウ、フレンドさんのカイドウがこちらですね、4色つけてる無効貫通潜在、まあビッグマムの武器の継承の回答さんです。でこっから後付けなんですけど、まず1階層はなんか酸素濃度が低下するっていう登山みたいな感じで言うんだけど、これでまずスキルダメポイントですね、ここがスキルダメポイントですね。まず一旦消化して、でこのね、あのなんとか竜さんが3人いるじゃんか、これがちょっと厄介で、あの両ターンのドラゴン倒しちゃうと怒っちゃうんだ、この向こう張ってるドラゴン怒っちゃうんで、向こうの色がない時にすごいまずいなっていう感じなんで、まあ、これでちょっと削ってというか、まあ、ちょっと耐久ですね、耐久していこうって感じで、まあある程度溜まったら、ある程度ポロネと、まあこの2階層でポロネとブリを使うんですけど、まあ、ちょっとこれを溜めていくって感じ、ポロネとブリ溜めていく、上のスキルで溜めていくっていう感じで、消化して、でまあ突破してるかな、ここら辺はもうある程度溜まったんで突破してるかな、うん、これでまあ適当に組んで6色組んで、まあ、全体も入れた方がいいかな、6色組んでないわ目が不思議なだった。これでちょっとまあ幸いにもここでこの盤面でこのターンであの6色ないとちょっときついかなっていう、まあ死んじゃうかなっていう感じですね。で突破しましょう、これで突破していきましょう、うん、で倒して OKOK 倒せますと。で2階ですね、2階がドラゴン、またドラゴン、また変なドラゴンたち来たんで、でこの右のドラゴンが吸収ですね、吸収やってくるんで、そこでポロネが欲しいねって。でこれで10連溜まってた、10連の2ターンチャージが溜まってたんで打ってヘイストするっていう、ポロネをヘイストする。でこのポロネ
がまあ2ターン変数ないと、まあ、溜まりにくいね、正直溜まりにくいし、もう発狂来ちゃう、これ間に合わずに発狂来ちゃうんで、ターン制の発狂来るんで、まあ、そこはちょっと厳しいかなっていう。でポロネ打って打ってるかな、ポロネ打って、そしてまあパズルしてるかな、普通にまあパズルしてます。でまあ突破してるかな、これで突破してるかな、まあ突破してるわ、うん、オッケーオッケー。まあ、とにかく4色これ見て、レベル2で乾燥してる、カイトレベル2で乾燥してるから、もうおかしいんだよね、もうやばいんだよね、このもうぶっ飛びすぎ、このカイトは。でここで雲と帯が来る、雲耐性と帯耐性はまあ欲しい、必須級ではない、まあ、必須級に欲しいかな、正直パズルしにくい、めっちゃしにくいし、まあ、ちょっと欲しいかなって思ってる。でまあ息も組んで、で4色5色組んで、ここはまあコンボ吸収がありますね、左がコンボ吸収で、こういう感じで削っていくと、あのこう一旦溜まれる、一旦食べれる、一旦このスキルが溜めれるんで、おすすめですね。んでここはちょっと貴族性、まあ、貴族性なんで相性弱点苦手属性なんで、まあカイドウ打った方がいいかなと思ってる。で突破してますね、これはもう普通に突破してるかな、うん。でやっぱりこのなんかめちゃくちゃ発狂のダメージでかすぎもう小学2年生は考えたんかって思うぐらい、もう100万何百万とか飛んでる、多分ね、飛んでるんで、もうおかしいダメージで、ここでリダちゃん来ますね、半分削るとリダちゃんが来る。でここでマルコがもう超やばい、やばいって言い過ぎやん、ちょっと最近の JK みたいで、ちょっとこれ本当にマルコがもう刺さりすぎて、この回復力現象を解くのと全回復できるので、マルコはもう超おすすめ、マルコ武器がめちゃくちゃおすすめで、まあ代用はなんだろうね、 HP 全開、これ野戦 OK、 HP 全開できて回復力デバフ解けるスキルだったら OK かもしれない。マルコは一番おすすめかな。でまあパズルしていってる感じですね。まあ普通にもうここら辺はもう6色4色6色組んでいく感じで、もう突破できますね、ある程度はワンパンできます、ワンパンツーパンできるんで。で5回ですね、これカスが、あカストルね、カストル来ました。カストルはお邪魔ですね、ここが確かお邪魔を降らせてくるやつと、これカストルか、誰だっけ、アルレシだっけ、なんだっけ、なんかあいつ毒目覚めをやってくる敵の2択かなって思ってる、まあ、現段階では2択かなって思ってる俺の検証上で。これ6色組んで、まあ、カイドウ打って6色組んで、まあ、突破してますね。結構簡単に突破できちゃうねこれやっぱりインフレ進みすぎて、インフレ激しいからめっちゃ突破できる。でここが若干きついポイント、その1若干きついポイントその1で、でこれアルレシャだっけ、こいつのルーレットが厄介、まあ、この後の行動、この突破できなかった時の行動が知らないんだけど突破しちゃったんで、でこんな感じでルーレット真ん中にこう詰めていく感じで、ルーレット、まあ、これ頑張って組んでくださいって感じ、まあ、ここ突破できなかったらなんか何してくるか分かんねえ。で7回でゴールキーパーが来ますね、でこいつはまあ普通にワンパンできる、ワンパンで OK、 まあダメージでかいねやっぱ DB 延長、DB 現象来たんで青の背打って、でカイドウを打って、うん、これで、まあ、6色組んで、いやちょっとボスまで、ボスいや本当にもう6が音なかったのに、音なしで録画してたのに、もう耐えてとか言ってめちゃくちゃ一人で盛り上がってた。で8回8コンボね、で倒せるかな、これ倒しますと、うん、ここら辺はもう本当に全部ワンパンできちゃう、全部ワンパンできちゃう。いやもう半分きました、アルレシャ、ここでアルレシャ来るのか。でここはまあワンパンできるね、正直無効貫通しちゃえばワンパンできるんで、まあ、簡単ですね、非常に簡単で、これも適当にパズルして6色組んでいってるだけかなですね。でまあ80億、これレベル8で80億、レベル8で80億、裏貫通してるんで、もうちょっとインフレがすごいって感じで。9回でダグザですね、筋肉おじさんダグザ来ました。こいつは属性吸収でダメージ、大ダメージ先生で、ここをあれなんだ、
九州と属性九州だ、コンボ九州と属性九州なので、まあ、かなりそれ厄介かなって、ちょれてたんだ、これちょっときついだなと思ってる。まあ見計らって、タイミングを見計らって、まあ、4ゲージとか火薬の4ゲージとかを含めながらタイミングを見計らって青のせ打ってポロニ、これちょっと削りすぎた闇が入りすぎてもうめっちゃ削ったんで、まあいいかなと思って、でここはコンボ吸収プラスなんで、まあ、青の精油でコンボ加算してポロネの属性吸収打ってカイド打って、でまあ普通に今組んでいくって感じかな、うん、普通に組んでるね、まあ、76にしてくれるから、まあ、ここら辺はもう簡単にいけちゃおうかなっていう感じでパズルしてますね。純蔵さんすごい頑張ってパズルしてる、いいよ、あうまいうまい、で、まあ、これで普通にパズル組んでって11コンボ OK で15コンボいって倒せますね。とにかく青の精油とコンタクトがめちゃくちゃ強い、本当にめちゃくちゃ強い、この超重力じゃないわ、超高度か、超高度で刺さりすぎてるって感じで、冥界下り、これはペルセポネ、まあ、ダメージ吸収続いてるんで、ね、これちょっと怖かったんでカイドウ打ちました。カイドウ打ってるっけ、打ってるかな、あれ打ってないよ、カイドウ確か打ってますね、ここで打ってます、打ってでもワンパンしてるかな、ワンパンしてます。まあポロネは2ターン続くんで、ダメージ吸収2ターン続くん でここ何択か分かんねえ、ここペルセポネ1択か、でこれちょっと気をつけるポイント、その2 2秒パズルですこれなんと2秒パズル、これちょっともう限界ですね、正直限界というか編成枠がなかった、これ正直これ2秒です、2秒で組んでますこれ2秒でこれ組んでます、 OK これで組んでますと、まあ慣れればできると思うけど、ちょっと初心者さんはわりかしむずいかもしれない。でこれはこれで、まあ2ターン耐久です、正直2ターン耐久できれば、2ターン耐久できればもう青の精使って指現象解けるんで、まあ、これで、まあ、ワンパンじゃなくて、まあ、ワンパンかワンパンしていくって感じ、まあ、このチョークレームもまあめんどくさいね、このなかなか対策しないと難しい点はあるねやっぱりこれで、まあちょっと色確認したんでこれ組めましたと、まあパズル力が要されるかな、要求されるかもしんない、ちょっとで80出してたカウントを落として倒せると、で、12回ですね、12回は瀬戸ですね、瀬戸が来るんですけど、瀬戸は弱化ですね、弱化は正直回復トルキョと水トルキョあるんでいっぱいあるんで、まあ水と回復がもう主戦力、主属性というか主攻撃力なんで、まあそこら辺はまあ大丈夫かなっていう感じんで、8コンボ吸収やってくる、うん、8コンボ吸収、コンボ吸収プラスコンボ減算なので、これ青の精が適正ですね、青の精めっちゃ刺さるっていうで、うーん8コンボ吸収、そして時間が結構シビア時間まあまあシビアだった、で青の精打って、でコンボ減算を覆して、でこれでまあ何だっけこれカイドかカイド打って、一応4ゲージしてるから、ちょっと弱冠も 2個入ってるから回復できんけど、これ今これ画面見てる気づいて、客観視しても気づいてるけど、で、うん、7789で、まあ、これで倒してますね、普通に倒してる、まあ86出せば倒せるかな正直で倒して、で13回ですね、13回はハトホル、天性のハトホル、これは割合だったかな、属性吸収と割合だったかな、違うわ、先生でした先生 でこれで、これはね10連が溜まってた、10連が溜まってたんで10連を打って決済回復解いてる、決済、まあ決済回復解かないと正直死んじゃうかな死んじゃう可能性は大いにある。でこれちょっと色確認します、この、まあ、難しい、正直色確認してどうのこうのするのめっちゃむずいんで、うんー、まあ今回は勝ってなかったけどちょっと勝ってる動画載せたいっていうか上げたいですね。で倒してるかなこれ、倒しますと、まあ初日にしてはもういい感じ、いいもういい上出来かなと思ってる俺正直で、でミルが来ました、ミルこれ何択か分かんない、1択かは、これ90万ダメージね、90万ダメージなんで、まあ、さっき回復できたのあったのかな、できなかったんでかなり危なかったでこれはこれなんと
なんと純蔵、私純蔵、パズルミスっております。パズルをミスっております。これ、あ、ここだっけ、ここでミスったのかな、なんかどっかでミスった気がする、なんかどっかでミスった気がするんですけど、そう、あ、ここじゃないわ、ごめんなさい、ここじゃなかった。でもここでちょっとあれですね、弱化けしちゃったんで、なんか微妙に残ったんだ、これ微妙に残って倒せなかった。で、ここ確か行動やってくるんですけど、全然イビ現象とこれだけなんで、もう簡単ですね。で、超クライミングも晴れてる、クライミングも晴れてるんで、まあ、弱化だけ気をつけて、弱化だけ気をつけてもう突破するって感じですね。で、まあ、これちゃんとドロキョウあるの確認して、回復ドロキョウあるの確認しまして、で倒すというか、倒してるかもしれない、倒してるか、ちょっとこれもう指が伸びてるんで、分割してるなと思って分割しますね。こんな感じで OK。 いや、いいね、今日のパズル冴えてるんだって。回復できなかった。弱化2個あって知らんかった。で倒して、まあ、次先生来ないんだよね、正直。次はこれ分かんねえんだよね、まだ1回しかやったことないっていうか、1回挑戦、なんか3回4回挑戦して、まあ、ボスまで行けたんで、ちょっとこれが分かんない、この何択なんかが分かんない。で、L 字は欲しいかな、 L 字はやっぱ欲しい。ポロネは、まあ、めちゃくちゃ優秀、ポロネで火で L 字解除して、んで、まあ普通に、で、ここめっちゃ硬いんだよね。めちゃくちゃ硬くて超硬いね、これ。で、倒して、ない、倒せない。で、3ってカウントダウン、カウントダウンやってくるので、まあ普通にカウントダウンのうちに倒していくっていう感じかな。で、なんなん、3、2、3、ちょっと、まあ、目立ってます。目立ってるけど、まあ、正直カイドウ溜まっとけば、まあ、遅延されたけどカイドウ溜まるんで、溜まり直すんで、多分ね、溜まり直すんで、カイドウ溜めてですね、溜めて、まあ普通に突破するのがありかな。やっぱここら辺はもうカイドウ打ってもう突破するのがありですね、結構。で、こんだけ削ったと。で、一旦これ怖い、もう怖い怖いっつって、もうやべえやべえ、死ぬ、俺死ぬ、悪い、俺死んだって、もうルフィバリになっちゃうから、ちょっとこれもう突破してますね。こういう小ボケいらんのかな。こういういらん小ボケいらんのかな。で、11コンボして倒せますね。で、まあ倒しますと、うん、これでまあなかなか快適にいけるんだけど、ちょっとこのボスが本当に鬼畜だった。このボスがマジで半分いったらちょっと死ぬ、確定で死ぬっていうのは知らなかったんで、もうこれもうウキウキでもう勝てるんじゃねえかっていうのを興奮してたんだけど、全然勝てなかった。で、これで、まあ、進化ないよねっていう、進化、おなじみの進化ないかなってちょっと確認して、で、これがボスかな、これがボスだと思う。で、まあ、普通に削っていこうって、まあ、削っていこうってなってるんです。で、これめっちゃ削ると思うやん。めっちゃ削ると思うんですけど、これなんと、見てて、これなんと全削らない。全く削らない、これで。まあ、カンスト80億出してないってもあるけど、めちゃくちゃ削らないんで、これちょっとやべえなと思って。でもこっからもう早送りでいいか。早送りしていこう。もう特にもう進展がないというか、もう全然削れなかった。じわじわ削っていくって感じ。本当にじわ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 削っていくだけの作業をしていただけなんで、まあ、特に言うことないんで、ここはもう適当ですね。適当にもうパズルしていくっていう感じで、弱化も若干あるんで、そこだけちょっと気をつけるべき点かなっていう。で、ちょっと削りますね。で、ここで突破していきました。ここでもう本当に悔しいね。もうまんまとガンホンの策略にはまってる感じの俺がいるっていう。で、678で、これで半分いったって、半分いきましたって、もう倒せますってなってるんだけど、これ割合からのコンボ吸収でドンってされるっていう。で、もうはって言ってました。もう普通にはって、もう誰もいないのにはって言ってました。で、まあ、これで負けましたっていう感じかな。で、めちゃくちゃ惜しかったんだけど、まあ、正直軽減があれば、まあ、光軽減があったら耐えれんのかなと思ったけど、今動画見たら多分111万だっけぐらいかな、あったんで、もう軽減じゃ耐えれないかなって、あの潜在のなので、まあ、どこかしらにあの軽減スキルが欲しいなと思った。まあ、リーダースキル、リーダースキー、リーダーフレで
軽減半減激減とかのスキルがいいなと思いましたね。よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあね。